はいどうも、パルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回はトクラ復活の1ゴール1アシストということでございまして、東京ヴェルディ対ビファレン長崎、そして決定機不足はどう解消するかという、北九州対甲府のゲームですね、やっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでございましてですね、まあこれこの間話したか、ちょっとね最近ちょっと動画撮りすぎてどこで何の話をしたか、ね、覚えていないんですけれども、この間ちょっとスカこれ話した気がするけど、まあいいか。スカパーのですね、僕ちょっと修理とか、まあちょっといろんな関係でね、ちょっと電話することがスカパーさんにあってですね、そしたら、その対応してくださったお兄ちゃんがですね、トクラケン選手の、大ファンということで、まあ、コサポと言いますかですね、もう北海道コンサドーレ札幌にいる時からこのトクラケンが大好きだっていう方がいらっしゃって、いやトクラずっと追いかけているんですよねっていうことを話していたスカパーのお兄さん、やってくれましたっていう話でございまして、本当、よかったなって感じがしておりますけれどもね、はい。そして、まあ、決定機不足ですね、北九州に関しては前回、まあこれ後から話はするんですけども、やっぱり水戸戦に続いて決定機不足、決定力というか、まあちょっとその一個前の問題が大きいのかなっていうのをちょっと、感じたゲームでございましたけれども、さあ、やっていきましょうかね。ということで、このチャンネルは J リーグ九州勢、そして浦レッズを中心にやってるチャンネルでございます。そしてサブチャンネルの方でも動画上げておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いしますということでございまして、まずこちらからやっていきましょうかね。東京ヴェルディ VS、長崎のゲームでございますけれども、両チームスターティングメンバーご覧のとなっておりますね。すいません、今朝収録です。これ完全に朝起きてすぐの、収録であるんで、ちょっと喉の方が完全に弱っておりますけども、もしかしたらいつもよりもお聞き苦しいかもしれませんけども、そこご了承くださいという感じになってきましたけども、長崎は上中選手、加藤選手の2トップ継続でございますね。やっぱり上中選手が攻撃に集中する、点を取るためって、そこに集中するには加藤選手のようにしっかりこれ動き回ってくれる、そういう選手がいると、まあ上中選手も仕事がしやすいのかもしれないなっていうのを最近感じます。まあちょっとこの試合はね、残念ながらゴールはなかったんですけども、この上中と加藤選手のコンビ、まあまたエジカルジュニアのコンビはまた違う良さが上中選手出せるんじゃないかと思いますけどもね、はい。そしてじゃあ結果見ていきましょうかね。結果、長崎が0対3ということで、まあ昨日の前半45分を見た方であれば、なんだこの結果中ね思うかもしれませんけども、まあやっぱり東京ヴェルディはあの選手の退場が痛かったのかな。そっから本当ガラッと変わったんでね、ちょっとね昨日の前半45分だけ見て、ちょっと仕事行ってくるわとか、ちょっと外出してくるわって方だが、この結果見たら何が起きたっていうのをちょっとね感じたかもしれませんけども、徳良、名倉、米田選手のゴールで長崎が3対0、まあ0対3で勝利ということになりましたね。ということで、中身見ていくと、まあ本当耐えて報われたゲームかなと思います。ちょっと前半は本当ね大丈夫かっていう内容ではあったんですけども、本当前半は東京ヴェルディペースで、どんどん進んでいったんですけども、後半ですね、まあ流れを失ったのはやっぱり東京ヴェルディは山本選手、退場かなと。まあ僕は本当久しぶりにこれアンカー山本リヒトを見ることができたんですけども、まあちょっとやっぱり若さが出てしまったなって。多分今後この山本リヒト選手は海外に行けるような、そういう、力を持った選手と思います。その選手がやっぱりああいうプレーをしてしまったら、ちょっともったいないなって。まあ、本当ああいうねカードもらって、まあ、2枚で退場してしまって、そこから出場機会を失うっていうのは結構、まあ、J リーグに限らず外でも海外でもあるんでね、そこはやっぱり今後、まあ山本選手からしたら、まあいいちょっと勉強になったのかなって、そういうゲームだと思います。やっぱり自分が退場すること、そこのやっぱ自覚というか、自分がやっぱり主力、山本選手はやっぱりチームを引っ張っていかないといけない。まあ若いんですけどもね、若いんですけどそれぐらいの力を持った、選手でございます。やっぱり自分がいなくなるとチームは苦しくなる、そこはやっぱり理解するのは重要かなと思いますのでね、そこはね多分強く勉強になったんじゃないかと思いますけどもね、はい。そしてそこからはもう完全に長崎ペースでございます。そこからは徳良選手を入れて、まあ特に左サイドからのクロスが何本かいいの入ったんですけれども、徳良選手なかなか枠を捉えきれず、まあ惜しいシュートもあったんですけども、結果としてはまあ徳良選手これね、まあ毎熊選手のボールの置きどころもね良かった。ファーストタッチが非常にいいところにボールを置くことができたんでね、そこからいいクロス上げて、これでまあ徳良選手は決めるっていう話でございます。これで多分毎熊選手は10アシスト2桁アシスト達成したんじゃないですかね。まあ来季ね残ってほしいですけども、なんかやっぱ J1 の方からねお声がかかる、まあこれ
声がかかるのは当然っていう話でございまして、移籍するかどうかは別として、まあお声はかかる、本当それぐらい、素晴らしい選手なんでね、そういう選手を今長崎で、まあ、見ていることができる、そしてまあ長崎がしっかり育てることができたのは、それはやっぱり長崎からしたら幸せなことかと僕は、思いますけれどもね。そして今度は徳良選手のアシストで名倉選手のゴールということで、まあ、こちらも途中出場ですね、途中出場名倉選手がしっかり決めて、まあ、2対0これで、まあ、試合は終わりっていう感じであったんですけれども、最後は米田選手がまたカウンターから決めるということで、まあ、前回もそうでしたね、前回の試合もそうだったんですけれども、本当試合終了間際にですね、サイドバックの選手がしっかり最後まで走って得点を決める、まあ、前回加藤選手、前回は加藤秀樹選手のゴールではあったんですけども、まあやっぱりこれ試合終盤にもしっかり点を取っていく、その狙い非常に見えているんで、それは良かったと思います。本当サイドバックの選手ですから、2試合連続で、ね、サイドバックの選手が得点決める、しかも米田選手の場合はこの試合90分間フルに出て、フル出場での最後あそこで走り込んで決めるということで、やっぱりそこはね、米田選手の成長、本当今年は左サイドバックのレギュラー取っているんでね、そこはやっぱり、彼の成長、まあ、ちょっと一時期サポーターから厳しい評価が下っていた米田選手ではあるんですけども、こうやってしっかりシーズン終盤に結果残して僕は良かったと本当に思いますけどもね。はい、そして次こちらですね、残り4試合で最大12ポイント入りますということで、まあ、順位表の確認ですね。昨日ジュビロと京都サンガが、試合をした結果ご覧のようになりました。京都と岩田、まあ、京都が敗れて勝ち点差は5に上と開きました。そして長崎との差が7でございます。まあ、7ということは3ゲーム差ですかね。まあ、3ゲーム差、あと得失点差のことを考えると、まあ、なかなか 0.5 差あると考えてもいいのかなって思うんですけども、7差ですね。これ今7差だからちょっと遠いかなと思うかもしれませんけども、これ7が4になったら相当京都は合わせると思います。要は次の試合、本当今度のゲーム、土日のゲームですけれども、そこで長崎が勝って京都が負ける、もしくは引き分けた場合はですね、これまあ負ければ京都が負けて長崎が勝てば4差になるわけで、ございます。引き分けると今度は、6差になる、2ゲーム差になってくるんでね、これは次の試合京都がね、どうしてもこれね、勝たないかんゲームになってくる。しかしそのプレッシャーというのを京都は感じるわけでございますけれども、しかし長崎も今度は岩田とゲームがある、本当優勝のかかっているジュビロ岩田とのゲームがあるということで、これは長崎にとってはジュビロに勝てば本当ね、大きな、自信になると思いますし、まあ、ジュビロもジュビロで、優勝のこれかかった大きなゲームになってくるんでね、そこそこのプレッシャーはあると思います。そういう意味では、まあ、いつもと違う悪い、まあ、悪い意味って言ったらあれですけどもね、まあ、ちょっとジュビロとしては難しいゲームになると思うので、長崎がその隙をつけるかどうか僕は鍵になっていくと思います。まだだから本当諦めることはね、全然ないのかって感じが、してきましたけどもね。はい、ということで次いきましょうかね。次、北九州と、甲府のゲームでございますけれども、両チームスタメンご覧のとおり、なりました。佐藤選手のダブル佐藤のコンビでこの試合も2トップでございましたね。そして、今日は永田選手が左サイドバックに入りました。そして野口選手は2試合連続のスタメンでございますね。そして、対するバンコレ甲府は宮崎、長谷川、この2人が非常に良かったですね。長谷川選手は本当に、素晴らしいなって思いました。あのゴールはですね、本当、思いましたけれどもね。ということで結果こちらでございますね。まあ0対1で甲府が勝利ということになりました。長谷川選手のターンというか、その反転して、いや本当素晴らしかった。ボールの置きどころもそうですけどもね、本当レベルの高いゴールだったと思います。逆にちょっと北九州からしたら、あのターンをさせて、ターンというか、まあ、前を向かせてしまったのはちょっともったいなかったなというのが、まあ、正直な感想でございますけどもね。はい、そして、まあ、見ていくと、まあ、サムネにも、書いているんですけれども、決定機不足を非常に感じました。ここ2試合ですね。どうしてもやっぱり残留に向けては勝ち点3が欲しいゲームが続いてはいるんですけれども、勝ち点3を取るということは得点が必要、得点が必要ということは決定機が必要ということになってくるんですけれども、この決定機が少ないという話で、ございます。まあ、チャンスはもちろんゼロじゃありません。もちろんこうゴールに迫るようなシーンも、あるんですけども、やっぱりこう数少ないチャンスを決め切るのは今の北九州は正直難しい状況にあるので、それならもっと決定機を増やして数打ち当たる作戦じゃないですけども、とにかく決定機を増やして増やしていかないといけない。本当数少ないチャンスをこう決め切るチームであればいいんですけども、北九州は現状そうではないのは現実でございますので、それならばちょっとボールをうまいことゴール前になんとか運ぶことができないか、ちょっと強引にでもクロスを上げて中のターゲットにというのはあるんですけども、まあしかしヘディングで合わせる富山選手みたいな選手が頭からいればいいんですけど、クロスからの得点はなかなか今は難しいのかな。外も入り方工夫すれば分かんないんですけども、というのが正直ありますね。しかし、まあこの試合に関してはというか、この試合だけじゃないんですけども、守備の頑張りは非常に目立ちました。本当前半の飲水タイム時点で甲府が8本ぐらいシュート
打っていたんですかね。前半から相当シュート、まあ、放たれていて、そこはしっかり、まあ、守れていたので、そこは良かったなと思います。だからまあ前回の水戸戦もそうですけども、やっぱりこれ前がかりに来るチームに対してしっかりねブロック引いて最後ゴール許さない、そこの守り方は非常に良かったと思うんでね、これを継続した上でっていうのは正直ありますけどもね。だから本当ボールを運ぶことはできていたと思います。本当この試合個人的にはムサカ選手と西村選手のボランチが結構いいところでねボール受けたりとか、高橋大悟選手も中で少しプレーして、そしてまあそこでいい感じで、ボール持てていたのでね、真ん中までボール持つことは良かったんですけども、しかしまあそこから結局こうボールをこねてしまって、まあ、サイドのところでボールを取られてしまうとか、ね、そういうプレーが目立ったんで、ボールを本当いい位置で受けることとかできていて、あと少し前進できればなっていうのがあったんですけども、結果まあシュートに行く前にボール奪われてしまうような展開がありました。だから悪かった、まあ、後ろのところつなぎの部分は別にこう極端に悲観するようなことはなくて、むしろ良かったと思います。後ろのこうつなぎのところは良かったんだけども、結局じゃそこからどうやって前進させるのっていうのが今の課題かなと思うんですけどもね。まあ、はい、まあ、何でも本当なんだかんででも残り4試合、泣いても笑っても残り4試合でございますので、こちら一応見ときましょうという話でございまして、残り4試合、まあ最大入る勝ち点12ポイントでございました。この12ポイントをどれだけ取りこぼさないかっていうのが大事になってくるんですけども、まあちょっと大宮もちょっとまた最近勝ち点が取れなくなってきたんでね、まあ一応大宮もね入れていますけれども、大宮、金沢が勝ち点37、そしてその下相模原が34、そして20位愛媛が34、そして北九州が32と、松本が昨日ドローに終わったんで32の、1ポイント重ねておりますっていう話にはなってきますけど、まあこれ見てどう思うかちょっとやっぱりね一つ勝てばいいっていう話でございます。まあ本当ポジティブに考えるのであれば、まあ現状の J3 の順位、まあ、あの宮崎 J3 は同じ九州の宮崎さんが頑張っているので、このまま行くとですね、本当このまま行くと、まあ、降格枠が一つ減るということになります。この降格枠が一つ減るとなると、やっぱり大事なのは18位もそうですけども、19位を取ることが大事。19位に入ることによって、まあ本当宮崎さん次第ですけども、19位もまあ残留ラインになる可能性があるっていう話になってくるんで、まあ単純に本当単純に分かりやすく、まあ、本当バカみたいなことを言うと、1つ勝ってば相模原も超えるわけでございます。これね、19の相模原を1つ勝つことによって、超えることができる。もちろんそこは相模原と愛媛の結果次第にはなってくるんですけど、分かりやすく言うと本当1つ勝つことが、大事になってきますので、さここをどう取るか、本当でも引き分けじゃダメ、もう本当もう本当ね失点覚悟で前がかりに行くべきかなと僕は思っているんでね、まあそこのスパートのかけ方どうするか分かりませんけども、まあ何にせよ残り4試合に、J1 も、J2 も入ってきましたさ、残りをどう戦うか、本当この残り12ポイントどれだけ取りこぼさないかが僕は大事と思っておりますので、本当頑張ってほしいと思いますけどもね。はい、ということで今回以上になりますね。以上パラプンテジェルサッカーチャンネルの筒にはよかったらチャンネル登録します。さよなら。